皆さんこんにちは。大自然の中を歩きたい気分になった霊夢です。今回はどんな行動を取るのか気になっているマリサだぜ。今回はいくら冒険メインとはいえ物資をそれなりには揃えたいから、そこらあたりの資材を漁りつつ周囲の景色を見て回ろうと思うよ。あ、それと視聴者さんにソディアム抜けばリプレイモッドで出力できるとご教示いただきました。早速試したんですが、ソディアム抜くなら代わりにオプティファインを入れないといけないんですけど、入れるとイマーシブポータルズと競合するらしくて、イマーシブポータルズを抜いたら一緒に入れているインセンディアムというデータパックを見せられなくなるので、リプレイモッド視点はモッド側が対応してくれる時代が来るまで後回しにすることにしました。タカシンさんわざわざ教えていただいたのに申し訳ないです。まずはおなじみの木こり、温泉の周囲の見晴らしが良くなる程度に切っていきます。え、何も喋らないの？うん、景色と雰囲気を楽しんでもらおうかなって思ってちょっとだけ黙ってみた。普通だったらあのような間合いを入れることは絶対に許されない手抜きの類になるんだけど、このような綺麗グラフィックでターラリスを実況するゆっくり実況はここくらいしかないからね。ちょっとくらい主流とは違う自分流の見せ方しても市場競争力は損なわれないだろうっていう感じです。ふう、それなりに切れた。石符で切ったのか、お疲れ様だぜ。普段ダイヤオノで切っているから新鮮な気持ちで切れました。次はしばらくの定住に備えて周囲を探索します。あれ、ここに住むのか？うん、せっかく生えそうな温泉があるから、それを活かせるような拠点を作るまでここにいようと思う。具体的にはパート5くらいまでかな。めっちゃこするんだな。冒険感を出すための工夫は惜しみません。で、探索範囲はどれくらいにするんだ？100チャンクも離れない程度の範囲かな。実は食料が一切ない状況で歩きながら解決策を探そうとしているから迷子だけは避けたい。食料もないのに結構遠くまで出向くんだな。周囲に食えそうな動物スポーンしていないからハイリスクだけど仕方ない。なんて言っていたら山岳地帯に来ちゃったね。当然食料なんてないだろうけど、鉄が露出しているから軽く集めながら移動しようかな。お、深層岩盤の石炭がある。バミラ生成の世界では結構貴重なやつだ。今燃料にすら困っているからありがたくいただくとしよう。あ、かまど用はちゃんとマグマバケツを使います。恥ずかしいことに松明すら満足に作れない状況なもので。こっちのも忘れずに回収しよう。山頂に着いた。描画距離を20チャンクにしたから周囲を見渡して向かうべき場所を定めよう。今見えていた大きい山は前回通過したところだね。で、基本森と山で温泉が点在している感じか。ザ霊体って感じの場所だな。山も少し登れば積雪しているし、ここら辺は永住に向かないだろうな。よし、向こうの方向はまだ行っていないから1回拠点に戻って一睡したら向かうとしよう。戻ってきて拠点付近で歩き回っていたら溶岩湖を見つけたよ。おお、これで燃料には困らなくなるのか。あとはネザーゲートの製作もできるね。イマーシブポータルズのおかげで黒曜石4個でネザーゲート作れるから、バケツ作ってそこの温泉にマグマ移すだけで作れちゃうよ。てか隣接している木燃えているな。森林火災になったら拠点完成させた時の背景が残念なことになるから伐採して燃え移らないようにしているよ。めっちゃ燃えているな。あと夜になるけど寝なくて大丈夫なのか。大丈夫なわけないので、あの木は放置して帰ります。えらい。すっかり暗くなってしまった。途中で雨も降り出したし、あの腐肉を買ってさっさと寝よう。え、初見向けにいかにも恐れている感出したりとかしないのか。初見さんが登録してくれて過去動画見たらめっちゃマイクラやってることバレるから、そういう細工はしないよ。カッコつけながら雲の攻撃2回食らった件について何か言うことは？ヒットボックスオフにしてるのと目が光っていなくて距離感わからなくて食らってしまいました。あ、決してシェーダーにケチつけているわけじゃないです。まあ、もう他に敵機なさそうだし、腐肉で腹ごしらえして寝ますかね。ああ、この味いつぶりだろう。この負け犬の飯、なんとも言い難い味だ。腐肉ってそんな味するの？うん。五感ではなく自分の感情で味わっている。なんか小説家みたいなこと言ってるな。うぷ主は昔本読むの好きだったから、考え方が私にも受け継がれているのかもしれないね。よし、出発の時だ。良い成果が得られますように。あ、歩くシーンで長くなるので倍速でお送りします。白樺林がある方向に向かうんだな。うん、リアルなバイオームの世界だから直感を信じて動くよ。その方が地形も覚えられると思うし。それとリアルといえば、いつか RTX5090 が発売されたらこの実況を VR のフルトラッキングでやってみたいよね。そしてスイートベリー発見。これ集めまくって拠点で栽培すれば一応食料には困らなくなるかもしれないから集めていくことにしよう。ちょっと一気に色々言われても反応に困るぜ。あ、ごめんごめん。まあ、VR についてはウープ主にやらせてみて、それを高みの見物で楽しむのもありかもしれない。疲れるの嫌だからね。どんだけ怠惰なんだっていうツッコミは置いておいて、 RTX5090 が出る頃なら VR のリフレッシュレートも没入感が損なわれない程度には向上しているだろうから、一定の人気ジャンルにはなっていきそうだな。
VR 関係ならその気になればウプ主なら参入できるからまあ気長に待ってくれだぜ。で、食用についてだがスイートベリーだと一つあたり1個分しかゲージが増えないがそれでいいのか？本当はパンくらいは作れるようにしたかったんだけど畑の面積結構必要だから今回はこれで妥協するよ。深い谷を隔てた先に拠点側に生えている木とは違う木が生えているところを見つけたよ。おお、これはすごい。カレンダーとして欲しくなる光景だな。だね。今回のスクショはここの風景にしよう。ここはまだイエローストーンバイオームなのか相変わらず温泉が湧いているけど後々探索に来る価値はありそう。とりあえずスイートベリー量産したいから帰ろうかな。せっかくだしこういう景色を見ながら帰ろう。私は日本でおそらく唯一の PTGI 入れてたアラリスを実況している人だから尺稼ぎかって言われるギリギリのラインを攻める感じでのんびり流していこうと思います。いやーこのシーンとかアイリス抜かずにリプレイモッドで出力できたら最高だったんだけどな。世の中には三角関係というものがよくあるから世知辛い。でかい真向こうに別の植生らしき木が生えていたね。向こうの方はなんとなく寒そうという偏見があるから探索するにしても後回しかな。多分戻ってこれた。それは世間では迷ったって言うんだぜ。お、ネザーゲートの残骸発見。この世界にもバニラ構造物あるんだね。普段なら何の違和感もない光景だけど現実世界っぽい世界で見るとなんか異質な感じがする。それと正直迷っている感じはするけどなんとなく8時の方向に向かえば出発地点に着けそうな感じがするから問題ないと思う。よくわかるな。最近脳内地図有能になってきています。さて、チェストの中身は？なるほど。好きな位置には作れないと。基本そのチェストから得られる黒曜石でゲート作れることはまずないぜ。それは知っていたけど4個以上入っていてイマーシブポータルズでズルできないかなって期待していたから。まあ、帰りますか。いや無言タイムやめろ。尺にしてあと20秒ほどあるのにどうしたらいいというのですか。頑張って話題作れ。そんな無茶な。あ、溶岩鉱また発見。思ったんだけどあれがああいうバニラの構造物じゃなくて地下深くから吹き出たマグマだったらここどうなるんだろう。まあ、木は生えないだろうな。あ、戻ってこれた。おやすみ。よし、スイートベリー農場を作ろう。農場の形式は単純な感じで行こうと思います。木の柵で囲ってそこに土ブロックを置いて上にトラップドアを置いて無駄なダメージを受けずに素早く収穫できるやつです。トラップドア？そんなの作ったら冒頭で集めた木の在庫があっという間になくならないか。あ、そういえばトラップドアめっちゃ木材使ったね。でも QOL 上がれば後でいい投資だったと思えるほどの進捗が得られるはず。今までもそうだったしね。よし、あとはスイートベリーを植えて上にトラップドアを置けば当たり判定の側面に置けるの便利だよな。物理法則が良い感じにはまあまあなのでノンストレスで最高です。よし、完成。これで一応食料は確保できるようになりました。少ししたら撤去される運命ですが、それまでの間はこれを大切に使おうと思います。ってことで今回はちょっと周囲を探索して食料問題をとりあえず解決するだけの進捗しか得られませんでしたが、リアルな景色を皆様にお届けできたからこんなもんで良いかなと思いつつ今回はこれで終わろうと思います。この世界での冒険を完遂できるように高評価の方をよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。